意の旧車系 YouTuber ひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいただいていつも本当に励みになります。やっとねほっぺたが温まってきてベラが回るようになってきました。でルーチェですよ皆さん。見たことあります？私はありませんでした。めちゃめちゃかっこいい、ご紹介していきたいというふうに思います。それではねこのかっこいいマツダリューチェ一緒に見ていきましょう。はい、すいませんオーナーさんお願いします。はい、ということで、はい、僕これ初めて見るんですけど、はい、めちゃめちゃマッスルでかっこいい車両ですよね。はい、これはねすごいです。皆さんマツダルーチェってご存知ですか？もうねルーチェっていう車がなくなってからしばらく経つんでね、もしかしたらねルーチェっていう社名自体を知らない人もいるかもしれないですけど、はい、大体71のマーク2ぐらいまでは現行で出てましたよね。はい、型が変わりながらね。はい、はい、友人がね乗っていたんですよ、はい、最終のルーチェに。なんでねルーチェっていう社名は知ってるんですけど、この現車はね初めて見ましたよ。はい、こんな感じのねすごい独特の造形。絶対今だったら保安基準通らないですよねこれ。バンパーね皆さん見てください、これ真ん中尖ってますからね。こんな感じでね、こういう感じでね三角になってるんですよ。今なら絶対にこの車は発売できないというふうに思います。そしてお気づきになりましたか皆さん、このねエンブレムのところ、はい、三角になってますよね。ここにはえ中にマツダが隠れてます。なるほど見えますか皆さん、マツダのね旧ロゴですよね、この M ってやつね。はい、かっこいいね、なんていう車を作ってたんでしょうかマツダは。素晴らしいね。そしてここには RE12 っていうことで、まあ旧車好きの方ならねはいはいはいっていう感じなんですけれども、まあ、エンジンルームはね後ほどに取っておいて外観をぐるっと見ていきたいというふうに思います。はい、こちらチンスポ、黒いね塗り分けされたチンスポついてますけど、はい、これはケンメリ用か何かを加工ですか？セドリックですね。セドリック用なんでちょっと幅が広い感じなんですかね。はい、はいはい、ということでねさあ横の方からもね見てみましょう。はい、こんな感じでね真ん中がニョキッと出たね独特のデザインとなっております。そしてねこれウインカーはクリアウインカーに変えてあるという感じですか？輸出用のやつです。輸出用の純正、はい、もともとクリア、まあ、なるほど、なるほどね。そういうふうにね輸出用を使うとねちょっとこういう雰囲気を変えれると。僕はオレンジを見たことがないんで頭の中で変換ができないんですけど、はい、まあ、これはね色味がすごいこのグリーンに合ってるというふうに思います。はい、そしてねホイールは林、はい、これ普段履きは林なんですか？はい、なるほど。はい、これは何インチ何 J でしょうか？これ13の 7J です。はい、13、7J がねこんな感じでナローに収まってます。かっこいいですね。そしてね、はい、ボンネットには、ね、フェンダーミラーがついています。めちゃめちゃ綺麗な車両ですよね。ガラスのモール類とかもめちゃめちゃ綺麗です、ね、そしてこのワイパーがシルバーってこれオリジナルですよねおそらく、はい、こういうところもね旧車ポイント高いですよ。はい、そしてね見ていきましょうね、うん、こういう感じでね独特のラインが入ってるんですね。一回ねライン全体を見てみたいというふうに思います。はい、こういう感じでねヒューっとね後部座席のドアぐらいまで伸びていて一回切れて、でこっからねグッグッという感じでねラインがプレスラインがあります。なんて変わった作りをしているんだこの車は。はい、そしてねこの C ピラー、ここのね造形もね素晴らしいですね。
そしてなんといってもこのドアノブ、小川さんこれドアノブなのに、はい、めちゃめちゃこだわったデザインしてますよねこれなんか当時マツダがこだわったのかね。まあ言わないですね、こう開きますんで、ね、なるほど、開けてみてください。あ、よろしいですか。はい、どうぞ。失礼します。おー、なるほど、こういう感じで、はい。うわー、緊張する。これね、多分アンチモニ製なんでね、はい、パツンってやるとね、はい、割れますよね。はい。そして、はい、リアタイヤ。リアタイヤはこれは何インチ何 J ですか？これは 8J。13インチですね、はい。これね、小ぶりな車体にやっぱ13インチすごい似合ってますよね。うん、はい。僕はね、ないんですよ14っていうのを探してる林、うん、そうなんですね。ピッチが違うもん。あ、そっか、マツダだと120、いや110なんです。110、うん、あ、110なんですね、うん、ピッチがなくて。なるほど、そういうことなんですね、うん、そっか、うん、大体の旧車は 114.3 ですもんね、はいはい、ね、100頭ということで、ね、これね、あれですね、まあ、10インチは履けないだろうな。100等のアルミホイル僕1本1セット持ってるんですけど、はい、それはね、バモス用のマーク1です。多分ねブレーキが当たって入らないというふうに思います。はい。そしてね、こちらね、ルチェ GR っていうことで、これはグレード名ですか、 GR っていうのは、はい、なるほど。はい。そしてね、これは、ね、多分輸出用かなんかね、これはね、この間勉強したんですね、はい、これ国産にはね、ないんですよね、ここの赤いね、サイドリフレクターっていうのかな、はい、これは海外だと必要なので、これは海外用だなっていうのが分かりました。ヒデチャンネルもね、ちょいちょい勉強していて、ね、なかなか知識を増やそうと頑張ってるところなんで、皆さんいろいろ教えてくださいね。そしてリアに回ってきましたね。はい、本当にね、これマツダって書いてなかったら国産車なのか外車なのか分かんないような、すごいマッシブな作りなんですよね。そしてこのテールライト、このコンビネーションもめちゃめちゃかっこいいですねこれね。はい、いや本当にね、これバンパーもね、これ3分割です皆さん。ここのね、秒で割れるんですね。でずーっと来て、でこっち側って、ね、3分割。そしてね、この造形がまたすごい、ね、こういう感じで、なんていう車を作ってきたんだマツダはって本当に思いますよね。でね、まあ、もちろんここにもアルイ12っていうね、はい、バッジがついているんですけど、はい、こちらレベン、はい、もうこれでね、大体の皆様は、半分以上の皆さんはね、この車に積んでいるエンジンが何なのかって分かったというふうに思います。でこれ、オーナーさん、これね、はい、なんか動きそうなんですけど。これ、この鍵です。ですよね。はい、素晴らしい。ちょっとやらさせてもらっていいですか。よっと、あ、見えない。よっと。おー。ちなみにこれ、何年式になるんですか。48年です。48年式、はい、はい。これはね、あのトヨタの、 あの GX 系の先輩特許だと思ってたら、はい、実はそんな昔にマツダがやってたんですね、ここの。ひょっと、ね、ここがカニヤラですよ、ね、もしね、ルーチェを運転する時があってトランクが開けたいってなったら、はい、ここをスライドさせて開けてくださいということで、ね、マフラーもね、結構太めの、ね、デュアル出しが入ってますよね。かっこいいというふうに思います。はい。そしてね、このサイドビューいかがでしょうか。かっこいいですよねこれ。はい。それじゃあね、ちょっと引きで撮ってみましょう。こんな感じなんですね。素晴らしいというふうに思います。ホナーさん、室内の方を見せていただいてよろしいですか。好きなように見てください。 ありがとうございます。もしたら乗ってみていいんですか。はい、どうぞ。めちゃめちゃ嬉しいです。
ありがとうございます。それではオーナーさんの許可をいただいたので室内座らせていただくことができます。おお、初これね。はい、ドアはねこういう感じになってるんですね。はい、手巻きハンドル、そしてねここのね造形もねなかなかかわいい感じでいい感じですよ。さあ室内はこんな感じね。シートも純正ですか？これは純正です。なるほど、渋い感じのシートですね。それではちょっと失礼して座らせていただいてよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。はい、ということで初ルーチェですよね。いかがですか皆さん、この映像はねおそらくねないですよね。いい感じでね、なんていうのかな、運転士に向かってこちら側ねちょっと張り出してるんですよね。ちょっとねコクピット感があります。かっこいい。そしてねハンドルはね、はい、僕も大好きなオバハンですよね。ここのねホームボタンもねミニキャブと一緒ですよね。ただねこれはちゃんと車検帯用ラッパのマークがついてるからちゃんとしたやつです。はい、そしてねはいこういう感じね、こういう風になってます。どなさん、これシフトなんですけど、これ4速ミッションなんですか？4速だけど、はい、ミッションが今5速になってます。あ、5速に換装してあるんですね。もともとは4速だったと。なるほど、はい、そういうか、これねスポーティーかつ室内が高級感ありますね。こういう感じね。マツダって昔からこうやってきっちり車作ってたんですね。はい、こういう風になってます。これはねなんかカバーがかかってるんですけど、これはもしかして新車 G からこれかかってるやつなんでしょうか？そうです、当時からの車です。外してないってやつですね、はい、素晴らしいというふうに思います。はい、そしてねこれエアコン付きなんですか？うわー、取っ払いました。あ、取っちゃったって、はい、まあ走りには不要だということで、はい、なるほどね。はい、ということです。夏場は乗りませんっていう感じですかね。はい、それとも我慢するんでしょうか？はい、我慢です。はい、ということでねこんな感じの室内でお送りしてますよ。かっこいいですね。オーナーさんありがとうございます。はい、はい、でね、はい、この辺もね綺麗にされてて大事にされてるのが分かりますね。この辺がね、はい、色が塗ってなかったりとかサビサビだったりするとやっぱりね、うん、ちょっとね、残念っていう感じなんですけど、これはしっかりやってあります。はい、ありがとうございます。オーナーさんすいません、エンジンルーム見せていただいてよろしいでしょうか？ちょっとあんまり綺麗じゃないんですけど。はい、エンジンルーム、なんとね、はい、出ました。綺麗じゃないんですけどというオーナーさんはだいたい綺麗にしています。はい、こういう感じになってるんですね。はい、いかがでしょうか？ちょっと引きでここだけ見ると、ね、サバンナですよね。ね、はい、ということで反対側に回るとね分かるんですよね。はい、こういう感じでじゃじゃんと、はい、こちらにね 12A ってこっちもね2ローターですよ。 12A、ねはい、ダンドラのキャブもついてます。この辺はねサバンナと同じですよね、はい、これということはもうボディ以外はこのエンジンとかもサバンナとほぼ一緒って考えればよろしいんですか？これは、これが違うんですよ、デスビー。あ、これ2デスですよね。なるほど、うん、これはこれがにないエンジンです。なる、2デスビーなんですね、はい、だから 12A を使ってはいるけど、はい、まあ、この辺の、ね、はい、周りがちょっと違うと、はい、これは2つついてるっていうのはあれでしょうか、安全対策というか、いや年式での、はい、差があるんですね、うん、年式とやっぱり2つつけると1つではやっぱりあの負荷が違うと、うん、あの単価作る単価が
なるほど、うん、マツダさんの。はい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 、なるほど。まあ出力を上げたってことですかね、2つつけた上でっていうことですか。新しくなると1個なんですよ、はい、古いやつで2つ。あ、なるほど、はい、だから旧型っていうこと。はい、エンジン自体も。あ、そうですよね、だってサバンナの方が新しいですもんね、はい、なるほど。はい、こんなねセダンにロータリーエンジンが積んであった時代がね、ほんのちょっとだけどあったんですよね。素晴らしいというふうに思います。で、オーナーさん、わがままついでにエンジンをかけていただいてもよろしいですか。あ、はい、さあ、ね、素晴らしい、ね、さっきねちょっとだけ走行したところを見てたんですけど、ロータリーらしいギャーンギャーンっていうね、あの音たまりませんよね。ちょっとだけレーシングしていただいてよろしいですか。さあ、小川さん、ありがとうございます。素晴らしい、さすがロータリー、軽やかに回っております。これもね、すごいですよね。いや、これね、本当に初めて見させていただいて、めちゃめちゃかっこいいです。そしてね、ボンネットもね、後ろの方から開くんですよね。はい、こういう感じなんですよ。じゃあね、ちょっとこのボンネットをね、前の方から見てみましょう。はい、こういう感じ。あ、こうするとあれですね、ボンネットがとんがってるよっていうのがすごくよくわかりますね、はいはい、これは絶対もう今の保安基準では通らないやつですね。はい、まあ、でも当時のマツダこれ作っといてくれて本当に良かったです、はい、こんなかっこいい車がね今あるんで素晴らしいというふうに思います。小野さん、本当にありがとうございました。はい、はい、ということでね、ルチェ48年式ですよね、お届けしました。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントや応援メッセージなんかいただけると本当に喜びますので、ぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。やっぱ最高だこれ。バイバイ。お家帰るの？落ち着いたね。お利口さんやな。はい、おしまい。はい、開けてくださいってか。はい、分かったよ。